この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲を捨て大当たりと女の子のスーポンポン、そう、白と色の融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓とパチスロ月とスーポンポン、今日の子は一番可愛いな、気持ち悪いよ。さあ始まりました、そうですがもう3月ですね。早いもんですね。暑いですね、もう。え？暑いですね、3月。脱げばいいです。今回79回ですか？泣く。泣くか。泣く回ですよ。泣く回か。多分視聴者の方は泣いてますよ。今回はあやかーって。残念ながら。でも今日なんか素敵な雰囲気を出してません？そうですか？なんでね。あれ？これニットが白いだけじゃないですか。いや、なんか爽やかさをアピールしていこうと。相変わらずこう胸元を出してくるのはちょっと嫌ですね。なんなんですか、胸元を強調するの。いつもいつも私のもう残り少ない色気出てない出てないですね、不思議かしい。さあ今回のムフフ女優はこの人っす。そろそろもう下宅さんの好みは分かってきて、うん、分かってんですか。どちらかというとロリよりちょっと大人っぽい清楚、うん、ああもうその通りですね。もう楽しみにしててください。分かりました。先にスペックからご紹介していいですか、はい、まず上から88、60、84の F カップです。もう藤子さんじゃないですかそれ。藤子の F ですね。ですよね。お呼びしていいですか。いや緊張すんな。メガネ拭いてください。はいはい、はい、ではご紹介します。葉月のぞみさんです。おはようございます。葉月のぞみです。よろしくお願いします。木村です。もう好きですもう好きです。ありがとうございます。分かってるね。もうね、もうすぐ最初の挨拶で分かるの、好きか好きじゃないか。いや、もう好きです。あからさますぎるんですよ、ちょっと。あ、本当ですか、はい、前回どんな顔しました。いきなり髪型いじるからどうしようかと褒める前にいじるから。いや、完璧ですね。巻き、巻き、巻きどうですか。巻きしてきました、今日。いや、完璧な巻きですね。前回ひどかったですね、片目差しみたいな。やめてください、デビューはまだかったんで。いつもよりきつめに巻いてきました。素晴らしいです、完璧ですね。きつめに巻いてるって。よかったね、遠くて。え、どうしてですか。いや、近いもんありますよ、結構、うん、黒髪で清楚な感じとか、うん、ね、結構かぶりますよね、うん。髪の色が色ですかね。気使われた。なんもないですよね、欠点は。もう見た目とかそういうことじゃないんだなって分かりましたね。もう空気感ですね。空気がうまいのは光源だけじゃないってことですよ。最高にうまいです。